万発人工大で万発を目指すヤーマンです。前回のこちらの動画もう見ていただけましたでしょうか。前回は66、そしてカイジの7000、一撃大一発大たちでまさかの大健闘。まだ見てない人はぜひそちらをご覧になってください。概要欄コメント欄から見れます。そして今日はその持ち玉を持っての後半戦、店移動までいろいろ考えております。チンコ大今日も狙っていきます。今日は全国早くも70店舗ぐらいになっております。一発大2機種あるんです。連チャン性のある台か、それとも一撃性のある台か、入ってから決めます。本日も応援よろしくお願いいたします。それでは入店。あ、前回打ったこの鉄骨渡りの7000からのその隣、スギちゃん、これ70店舗、全国70店舗ぐらい。そしてこちらスギちゃんっす。これね、似てるように見えて、これスギちゃんがついてるのがレンチャンバージョン、何もついてない方が一撃6750発出る一撃バージョン。今日はこっちレンチャン性のあるスギちゃんで勝負。入金。さあ始まりました、スギチャンス。これはワイルドロデオの後継機になります。でまずこちらのスタートチャッカーに入れて 38.7 分の1、ヤクモの10秒40秒60秒ありまして、耐えることができて V に入れることができたら大当たり。さらにこの台連チャン性がありまして、必ず時短をもらえます。それで決めることができる限り無限に連チャンと。本日も応援よろしくお願いいたします。全滅保留入りました。3連敗。これはチャンスの世界だ。初のロングリーチ、ただ弱い。はい、 OK。 モデオチャレンジゲット。さあ69回転。 Ladies and gentlemen、 2なので成功だ。弱いんだよな。まずは時間を決定するぞ。今回の秒数はこいつだ。60 seconds、 いでよ青木闘牛。ここカロリーラプール。ダメだ。セット OK。 あんま入りかと思った。さあ頼むぞ。60秒。ロデオ魂を見せたところ。正規に入る。おー、惜しい惜しい。正規に入るは問題ない。ここはもう正義に頼る。シクシク。大丈夫、まだ弾はある。これは熱い。これは熱い。ようやく来た。183回転。本当に 38.7 分の1 でしょうか。これで2回目のチャンス。 OK。ロデオチャレンジゲット。残りの弾数5000発です。まずは時間を決定するぞ。50発超えろ。今回の秒数は40。やばい。 60 seconds。 まだ分かんない。青木闘牛カミナリカロリー。よし。さあここから 25% ね。 25% この後期待できる展開だ。まだある。 40 seconds。ないグリーンテールブレイカーブル。あー、40秒。はぁ、終わりました。271。20秒で60 seconds。 1秒で終わるんだぞ。青木闘牛頼む。カロリーラプール。ダメだ。頼む。ロデオ魂、正規、正規にも正規。挑戦者が耐えている。やめろよ、やめろよ、やめろ、やめろ。まだまだ元気いっぱいか。いいよ、いいよ。執念のライドを見せている。よし、20秒だったら当たってた。少し疲れてきたかい。あ、やめろ。よし、耐えろ、いけるぞ。耐えろ。
頑張ったぞ。ついに来た、ついに来たぞみんな。ここが勝負、正念場。10秒まで耐えます。1秒とかで終わるなよ。無理じゃないぞ、カモン、頼む、耐えろ、耐えてくれ。3、2、1、よっしゃまさかの、まさかの65回。2回目だぜ。やったやったよ。ロベード突入だぜ。チャンスは1回だぜ。右打ちだぜ。ここからが勝負。俺の右打ちは3、2、1。逆にこれ当たってももったいないんだけど。あ、ちょっと待って、俺の右打ち、これ右打ち中終わんないよね。やっぱ終わってない。試合はごめんな。ロデオでもギガかす。さあ8はどうなんだ。次チェーン。杉ちゃんが雄たけびをあげれば大チャンスだぜ。3秒で流れるんだ。忘れてる、もうだいぶ忘れてる。カウントダウンいくぜ。さあこれが20秒は3秒です。さあここ超えろ。ここ、痛い、やばい、マジか。カモン、赤い土曜の暴走、サードレイ、レッド、ラッドウェイ。さあ3秒は取れず、レンちゃん頼む。3、2、1。やめろよ、やめろよ。挑戦者が耐えている。クールな身のこなし。いいよ。よし、 OK、 大丈夫、耐えれる、耐えれる。単発はやめろ、単発はダメ。耐えろ。よし、 OK。 予行練習が効いたね。ファンタスティック。ロデジョーバックター。初めて聞いたんですけど、女の子バージョン2000オーバーだぜ。まだまだ行くよ。ロデオチャレンジ突入だぜ。5はいいんじゃないの。さあ超えろ。はい、何十セカンド。頼むぞ。2、1。やれ、ロデオ魂を見せてくれ。いや、挑戦者が耐えている。クールな身のこなしだ。牛が疲れている。呼吸ができない。残り10秒。だめだ、耐えろ、耐えろ。この台きついわ。ここまでの中間地点、スギちゃん終わってですね、6000発ちょっと流しまして、投資4500円、回収が22000と大幅プラスでございます。ただこの店にとりあえず今のところ打てるチンコ台、レア台みたいなものがちょっと探したんですけどなかったんで、通常の319とかも打ってもよかったんですけれども、ともう1店舗ぐらい回ってみて、なかったら普通の319打つかもしれないです。他のお店行ってから決めたいと思います。ということで、まずは店移動。
ちょっと僕の方ではよくわからないんですけれども、大当たりをさせてから育成ゾーンというものに突入させ、それを突破することができたら SP 突入と。ただ確変突入率は 100% と言われておりまして、ちょっとその辺がわからない。右打ちの前サポがつけば爆裂機になるという噂です。本日も応援よろしくお願いいたします。さあ馬が光ってるよ。さあちょっとあれ、この帽子レインボーじゃね。待て待て、コナミのレインボーがわからない。ただ馬は光ってるぞ、赤く。さあ出ました。これ燃えかっこいいんじゃない。さあ冬ソナの、冬ソナのなんか空を眺めるリーチっぽいところからの、はい、もうマコちゃんが、マコちゃんが馬になっちゃってる。叩かれちゃった。こんなにあっさり当たるの。絶対ちぎるのが良かったね。連打できません。とりあえず育成ゾーンはゲット。とりあえずあのマコマコ占いやってみます。9番ね。よし、 OK。 おそらくね、こっからが勝負だよね。さあ、いいんじゃないの、カットイン。よ、 12% までした。ここの餌、人参です。ボリューム変化はどうなの。スペシャルチョークの、それでも28。さあこの間ですね、上座がなくなりました。177番。出走できました。41%。ブレナでした。順調な仕上がりですね。これにチャンス、チャンスアップポールないですね。ゲートイン完了しました。スタートしました。ブレナでしたの位置取りは。上から当たりを伺っている。上の展開。上のビスタ。外から近づく。目は普通。残り200m。上のビスタ。いや、全然足りなそう。はい。ゲストに期待しましょう。からの、長い、あっ、続行します。でかいな。え、こっから行くのに行くのに。
育ちすぎだよ。お父さん走りが得意なんだって。ん？これはもしかして当たっちゃったパターン。34。これはいいのか。途中で行っていいのかどうなのか分かんない。AM オペラ王、順調な仕上がりですね。ゲートイン完了しました。スタートしました。 AM オペラ王の位置取りは、チャンスアップ、弱い、チャンスアップない、ちょうだい。うわ、何もない。次走に期待しましょう。これストレス溜まる台かもしれない。そういうこと？え、レインボーだよ。チャレンジボーナス？え？突破じゃなくて？わかった。さあ、連打はできないので、ここ。さあ、調教中に当たったのに調教ついてこず。やっちまいました。さあ、わけもわからず32ゲーム育成ゾーン。さあ 31%、 これでもいくのかな。ゲートイン完了しました。スタートしました。チャンスの体勢だ。初めての緑、残り2着ちょうだい。赤まで行こう。はいはい、危ない。緑でもワンチャン、緑でもワンチャン。いった、行ってないんかい。今度手前に期待しましょう。さっきまで手前だったのに今度奥だったの。精神的じゃあここで。え？これどういうこと？肉球から。どこが肉球じゃい？ほい！来ないか。ダメ。来ました。3店舗、3店舗からの育成ゾーン。あ、46で勝負。ゲートイン完了しました。スタートしました。チャンスの展開、ここから仕掛ける。残り200m。 頼む、ここで行った。まこちゃん一人、これまで行った。ゴールセーブ、どっちだ。はい、次走に期待しましょう。精神的にかなりきつい。伝説のチャンス、めちゃくちゃあっさり。行け、行ってしまえ。もうどうやったら行くの。取れた。さあ、初めて 50% 超えました。ミホノブルゴン、
仕上がりですね。さあ今まで一番出来がいいと思います。ゲートイン完了しました。チャンスアップしない。スタートしました。OK、チャンスの回生だ。最終コーナー、さあ緑行こう。ないの？ここだ。ここなのか。全くチャンスアップしてないんだけど。はあ？理想に期待しましょう。50% 超えたよ。いやこれは熱いね。いろんな意味で熱いな。あさあここ、あちょっとなんか横乳あって、横乳、さあ横乳からの炎ボタン。このラインありがとう。もうとりあえずいった。来ちゃった来ちゃった来ちゃった。急にシフトパターン。まだ16回で回ってないチャレンジボーナスなんだけど、本当なの？完了しました。全然スタートしました。肉パーセントです。チャンスの体勢だ。残り200m、追い切れるか。台よりはマシ。さあ途中の出走は熱いのか。に期待しましょう。知ってた？だろ？知ってるぞ俺。超えず。スタートしました。高速化、チャンスの体勢だ。残り200m、押し切れるか。スメラビスタ、どっちだ。奇跡を起きて。次走に期待しましょう。なんなんこれ。なんなんこれ。しましょう。これいつ入る？これいつ入るんですか？マジで。ここで成功です。大当たり。ちょっと。もうもうレインボー。いろいろでかすぎる。
次走に期待しましょう。人のことバカにしてるわこれ。みんなこの台普通のライト見てるじゃねえぞ。打つときは気をつけろよ。とうとうこの瞬間を受けてしまいました。150回転過ぎてしまったので、おそらく確率 199.8% に戻ってると思います。みんなごめん、投資4万円全て使い切りました。このまま続けて閉店を迎えてもいいんですが、閉店まで残り2時間ぐらいです。潜伏ループ2時間前でも消化しきれない可能性があるんですよね。近いうち必ずリベンジします。やっぱり最後は可愛い女の子にやられちゃうんです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。久々に水浴びしました。今日は2万3000のプラスからだいぶ確変地獄を味わいまして、皆様にこのラッシュを見せれなかったのは反省すべきと、自分に鞭を与えなきゃならないと思いまして、水浴び久々にさせていただきました。完全に風邪ひいて再起不能になるかもしれません。次回必ずあの台リベンジしてラッシュ見せてですね、爆連5万発お見せしようと思います。楽しみだと思います。頑張ってラッシュは挑めていきたいと思います。そして爆連させたいと思います。そのドラマで、はい、次回お楽しみに。チャンネル登録高評価コメント全部見ます。あいつだけは絶対に許さんね。